はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日の新聞第65号です。それでは早速今日の新聞記事を紹介していきます。今日は産経新聞からの紹介です。2016年6月15日トピックス、 ASEAN 外相、南シナ海深刻な懸念、合同会見キャンセル。中国と東南アジア諸国連合 ASEAN の外相による特別会合が14日中国雲南省玉渓で開かれた。ベトナムなど一部加盟国と中国が対立する南シナ海の領有権問題をめぐって議論が交わされたが、閉会後に予定されていた共同記者会見がキャンセルされる異例の事態となった。シンガポール外務省によると ASEAN 側は深刻な懸念を表明した。中国の王毅外相は会合後単独で記者会見を開き、中国とフィリピンの間の意見の相違は ASEAN との問題ではなく協力関係に影響はないと強調。中国外務省の陸航報道官は14日南シナ海問題をめぐって60近くの国が中国の立場を支持していると主張し、中国に泥を塗ってきた数カ国は自らを国際社会などと誇張しない方が良いと対中包囲網を敷く日米を牽制した。はい、ここ最近中国は南シナ海問題における国際社会からの孤立を必死になって否定している様子がうかがえますね。王毅外相といえばつい先日カナダ人記者に対して顔を真っ赤にしながら説教をかましたわけですが、それがかえって西側メディアから叩かれることになったというのは記憶に新しいところです。しかし ASEAN 外相との特別会合の後に一人で記者会見を開くとか、これは前代未聞の見事なソース感ですね。一体どんな気持ちで記者会見していたんでしょうね。ただ ASEAN も ASEAN で一枚岩というわけではありません。タイ、カンボジア、ラオスなどは中国への依存が強いこともあって、ベトナムやフィリピンのように露骨な強硬態度は見せませんね。そのため中国は ASEAN の結束にくさびを打ち込むべく、いろいろな国に出向いてはその国の主要人物から南シナ海の問題は外の国からの干渉を排除するべきだ、そんな言葉をなんとか引き出そうと必死なんですね。ただそれが成功しているのもアフリカとか中東とか中国への依存度が高いだけの南シナ海とは関係がない国ばかりということもあって、中国も焦りが隠せずになりふり構わなくなっているといったところでしょうかね。こうして見ている分には王毅外相が滑稽で仕方ないわけですが、彼が地方に出向いてやらかしている間に北京では次の外相は誰かという話で盛り上がっているんじゃないでしょうか。投稿動画数が200本を突破、チャンネル登録者数が100人を突破しました。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。楽天ブログの新チャンネルもどうぞよろしく。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。